はい、今回ですけれどもキリンのスプリングバレーシルクエール白クラフトビール、こちらを飲んでみようと思います。スプリングバレーの赤い缶のタイプですね。そちらの方がものすごく味が濃くて風味も良くてすごく美味しくて気に入ってるんですけれども、今回はこのシルクエールということで新しいものがキリンで販売されたので味見してみたいなと思って購入です。でアルコール分は 5.5%、 きめ細やかなふわとろの泡と華やかな香り、シルクのような上質でまろやかな口当たり、美味しさを追求した白ビールですというふうになっています。はい、こういう缶のパッケージで、原材料の方が麦芽、外国製造または国内製造で、国内製造の方は 5% 未満のようです。でホップコーンというふうになっています。はい、そしたらグラスの方に注いでみようと思います。香りはですね、香りはすごくいいんですけれども、フルーティーという具合まではいかないかなっていう感じですが、ビールのすごくいい香りがしてきて爽やかな感じの香りだなっていう印象です。とりあえず缶の中、缶の開けた状態で嗅いだ具合ですね。で色もこのような感じで、見た感じすごくいい色をしていて、赤い缶の場合はもっと濃い色だったんですけども、こちらのビールの方はこのような具合で、はい、透き通ったような感じ。ちょっと今グラスが曇ってるんであれなんですけども、こう透き通っているっていうか、ちょっと濁りはあるかもしれませんけども、こう、いい色のビールだなっていう感じですね。思ったより飲んだ瞬間結構すごく華やかでフルーティーな香りするなっていう印象です。で後味もこの鼻に抜ける感じが、なんて言うんですかね、麦芽とこの甘さ、コーンが入っているからなんでしょうか、甘さが結構口の中である程度広がっていくなっていう感じがあります。そうですね、まあそのような感じです。で苦味はそれほど感じられないかなっていう感じで、まろやかな感じで飲めて、である程度フルーティー、華やかな香りっていう感じで、すごく美味しかったです。はい、苦味それほど得意じゃないなっていう方もこれぐらいだったら、まあほどほどに苦味はあるんですけれども、香りがいいのでそれほどこの苦味が気にならないんじゃないかなと思います。はい、であと甘みもある程度あるということで、はい、そういう感じだなと思いました。やっぱりこのスプリングバレーのシリーズ、今のところどれも美味しいので、もし気になったらぜひ飲んでみてください。これも美味しかったです。まあ、個人的にはどちらかといえば赤い缶の方が味がさらに濃くていいかなっていう具合ですけども、まだこれ1回しか飲んだことがないので、続けて飲んでいくと、毎日飲むような感じで飲むんだったらこっちの方が、さっぱりしていていいかなと、思います。で味しっかりしたら飲みたいなという時には赤い缶の方を選ぶといいのかなと思いました。